ヤングマンパワーは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2016年の富士ステークス、関谷記念、2015年のアーリントンカップ。場名の由来は若者の力。12月13日、中山競馬場の新馬戦に松岡正し会を背にデビュー。松岡がアルフレードに似た雰囲気があると期待感を持って臨むと、6番人気の 低評価に反発するように最後は流しながら、後続を二馬ん離して解消した。松岡は、攻め馬から能力を感じていましたし、いい切れ味でしたね。少し馬を怖がるような面はあったけど、調教で見せない課題が見つかったのも良かった。距離はマイルくらいが良さそうですと振り返った。明け3歳は、ジュニアカップから指導し3着。事前に、初の重賞となる。 アーリントンカップを選択。9番人気で迎え、最後の競り合いでアルマーよりを首差しりぞけ勝利、関東馬初の同重賞制覇のおまけ付きだった。この勝利で、陣営はマイル路線を進むことを決め、ニュージーランドトロフィー8着、NHK マイルカップは6着に敗れた。夏競馬では、小馬との初対決となった、関谷記念で勝った。 レッドアリオンと0.2秒差の3着、続く、形成杯オータムハンディキャップでも7番人気ながら3着と、高走。その後富士ステークス、キャピタルステークスに出走したが、どちらも凡走した。3月の東風ステークスから始動、2番人気に、押されたが、8着。続く2戦でいずれも2着となり準オープンに、高級するが1戦目で勝利しすぐにオープンに戻る。 前年に引き続き出走した、関谷記念では3番人気に押され、後位から抜け出すと、ダノン・リバティとの叩き合いを制し、重賞2勝目。3ヶ月の休養の後、フジステークスでは、サツキ商売スラボニータを尻溶け重賞2連勝を飾る。秋競馬の締めくくりに g i マイルチャンピオンシップに、挑戦、4番人気で16着と大敗した。2017年は、 マイラーズカップで3着、関谷記念で4着、毎日王冠で5着など重傷で堅実な走りをするも勝ちきれず、その後は惨敗が続いた。2019年の形成ハイアーで15着になったのを、最後に引退、北海道ニ位カップ町の白馬牧場で種ボバとなった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。